白六条の戦いとは、A66 年8月から A66 年10月にかけて、毛利軍と天子軍との間で起こった工場戦である。戦いの場所が白六条で行われたことから、白六条の戦いと呼ばれる。毛利元成、秋国の吉田軍山城に生まれる。大内、天子氏を滅ぼし、中国地方随一の戦国大名となった。 16世紀の前半から中盤にかけて、中国地方は、大内氏と甘氏の対立を中心に、各地で争いが行われてきた。しかし、天文20年8月、大内氏の重臣、東高房がクーデターを起こし、主君である大内義高を殺害する事件を契機として、中国地方の勢力構図は大きく変わっていく。この事件を契機として、 当格を表してきたのは、秋国を拠点に活動する戦国大名、毛利氏であった。毛利氏の当主、毛利元就は、天文24年10月1日に、東春方を、五福島の戦いで破ると、工事3年4月には、大内氏を滅ぼし、傍聴二国を新たに支配した。そして、永禄2年には、微中国へ兵を進め、甘子方の国人、昇士を屈服させると、 同国の有力国人、三村氏らと手を組むことによって、備中一国を平定する。A65 年6月には、天越市の岩見国の拠点、山吹城を攻略して、岩見銀山を掌握し、岩見国も支配下に収めた。一方の天越は、大明寺の変異降に、岩見方面へ勢力を伸ばし、岩見銀山の掌握と、経済基盤の拡大を図った。しかし、 英六三年十二月二十四日に当主であった天子春久が急死し、その後を着難、天子義久が継ぐと外交政策の失敗等もあり天子氏の勢力は弱体化していった。義久が継いで二年と経たない英六五年中頃には天子氏の支配する領域は拠点である出雲国と沖国、西方期の一部を残すのみとなった。戦国大名。 天子氏が居城とした合算戸田城。A65 年7月3日、毛利元成は天子氏を滅ぼすため出雲へ進軍する。元成に引きられた毛利軍は出雲へ入国すると、天子方の有力黒人らを次々と復従させつつ、陣を進めていき、A65 年12月には島根半島の荒熊へ本陣を構え、天子氏の居城、合算戸田城攻めを開始する。 元成りがまず取った作戦は、ガッサ山と田城の補給路を断つことであった。元成が陣を敷いた、この洗い合いの地は、ガッサ山と田城から北西に向かって、約25キロメートル離れた島根半島のほぼ、中央に位置し、新寺湖に突き出た岬にあって、周囲の見通しが良い上、湖水の監視にも立けていた。そのため、天越を攻略するのに長期にわたって、陣地を構えるには、 都合の良い場所であった。明けて、A66 年8月、天越攻略を進める元成のもとに一通の不報がもたらされた。元成の長男であり毛利年への当主であった、毛利隆元が、A66 年8月4日に、秋国の笹部で休止したのである。この事実は元成にとって、また、毛利軍にとっても大きな痛手であった。特に今年66歳の老教に差し掛かり、また、 流言の着難、毛利輝元が十歳の幼年でしかない元なりに、とっては大いに落胆すべきものであった。しかしながら元なりは、それでも白六条を攻略するため大軍を引き、進軍する。クリップ白六条の戦いにおける、主要城郭の位置。元なりが攻撃目標に定めた、この白六条は、元なりが本人を敷いた荒い合の地から北約4キロメートル。 離れた先に位置し、日本海に面した島根半島と合算と打城を結ぶ要衝であった。天古市の居城、合算と打城を守る主要な城、天古重機の第一とされ、日本海方面からの補給路を確保する上でも重要な拠点であった。元成は白六城へ進軍すると、まず城を包囲して白六城の補給路を立つ作戦に出る。そして、 A66 年8月13日、毛利軍は白六城へ総攻撃を開始する。この戦いは元成にとって、龍元への飛ぶらい合戦でもあった。最初の戦いは、毛利軍の将、では中津笠将優の抜け駆けによって始まった。中津笠将優が、兵三百を率いて、城へ攻め寄せると、木内から、天子軍の将、久村久左衛門、山尾行部、村井兵吾助らが、 兵戦を率いて、迎撃に向かい城下で合戦となる。この戦いは、天子軍が優勢であった。毛利軍は、多数の兵を撃たれ、約一丁ばかり敗退し、さらに救援に駆けつけた、熊谷高奈浦の部隊も撃ち破られ、中塚将雄、劉正の九人の子供を含む、多数の将兵を撃ち取られた。劣勢に立たされた毛利軍は、さらなる援軍として、 吉川元春に兵を引きさせ救援に向かわせる。それに対し天子軍は、上主、松田誠保、牛尾ひ信が共に兵を引いて出撃し、すでに城下で戦っている天子軍に合流することで対抗した。この救援軍の参戦により、戦いの優越は互角となったが、さらに、毛利軍が杉原森重に兵五百を与え救援に向かわせたため、 兵の数で劣勢になった天子軍は情勢不利と判断して城内へ退却した。これにより戦いの崇勢は決し、毛利軍は同日で小白禄などの白力城の外閣すべてを攻略する。白力城は本丸を残すのみとなり落城するのも時間の問題と思われたが、その後は毛利軍も決定的な攻め手にかけたため戦いは硬着状態となった。 同年9月上旬、元成は白六城にある程度の兵を残すと、同じく、天古重機の一つである、熊野城を攻略するため進軍する。この熊野城は、合山と打城から西へ約 8km、白六城から南へ約 12km 離れたところに位置し、合山と打城と白六城の間で連絡を取りつつ、新地方面の毛利軍の補給路を脅かすには、 絶好の位置にある要害であった。同月10日、元成は熊野城の麓に着陣すると城へ総攻撃を開始する。この戦いは、城を守る熊野兵庫助、大西十兵,兵衛らの奮戦によって、毛利軍は敗北し、元成率いる毛利軍は白六城へと撤退した。一方、白六城では、毛利軍の主力が熊野城へ移動したことに伴い、 毛利軍による城への包囲力は弱まっていた。これを後期と見た木内の天子軍は、毛利軍が熊野城へ総攻撃をかけたちょうど同じ日、城を包囲する毛利軍に対して攻撃を仕掛ける。この戦いは、天子軍が毛利軍に対して弓や鉄砲、歴石等を浴びせかけ多大の損害を与えるも、毛利軍がその頑強な攻撃に耐えたため、天子軍は、 毛利軍の包囲を打ち破ることはできなかった。その後、熊野城の戦いで敗れた毛利軍が白六城のふもとに寄陣したため、白六城をめぐる戦いは再び硬着状態になるかと思われた。しかしながら、それより先、8月13日の白六城の最初の戦いがあった後に、毛利軍は岩見銀山の銀堀里州を数百人に呼び寄せ、城のふもとの 乱闘の王より、城中へ行動を掘り進めていた。一方、城にこもる天子軍もこれを察知し、同じく城の高丸より行動を掘り進め、毛利軍の侵入を阻止しようとしていた。同月11日、両軍が掘り進める行動内において、次第にお互いの行動の物音が聞こえるようになり、そしてついに互いの行動が通じて、毛利軍と天子軍は鉢合わせとなった。 これにより、ここに珍しい行動内での合戦が開始された。この戦いは、両軍ともに激しく戦うも決着がつかず、結局、両軍は行動内から兵を引き上げて死臭する。その後、天子軍が行動内に大将の石を投げ込み行動を閉鎖したため、再び戦いは、膠着状態となった。こうした、アマ軍と毛利軍の攻防が繰り返される中、アマ氏の当主、 天子義久は、毛利軍の攻撃にさらされ、また、兵糧の欠乏に苦しむ、白六城を救出するため、天子道久らに大軍を預け救援に向かわせる。同月21日、道久率いる天子救援軍は、ガスサンと打城を出陣し白六城の麓まで軍を進めると、天子軍来襲に備えここに陣を敷く毛利軍と退陣する。同月十三日、 アマコ軍は、モーリ軍と戦い敗れる。敗れたアマコ軍は、合算戸田城へと撤退し、白六城の救援は失敗に終わった。これにより、白六城の崇勢はほぼ決定することとなり、同年10月13日には、モーリ軍による白六城への攻撃が再び開始された。この戦いは、アマコ軍の奮戦によって、落城とまでは至らなかったものの、 毛利軍によって、城の大高丸まで攻め込まれ、落城するのも、時間の問題となった。同月中旬頃、毛利軍による、約3ヶ月にわたる包囲を受け城内の兵糧、水が欠乏し、また、軍の救援も、絶望的となったことから、ついに白六城にこもる天子軍は城を開け渡して、毛利軍に降伏する。降伏後、城主、松田誠は、 沖へ逃亡し、同じく城にこもっていた、牛尾久清は許されが資産戸田城へと移送された。城の荷の軌道を守備していた府門西道は、松田一族らと共に城内で自決し、その外の将兵らは許され追放された。天子重機の第一とされる白六城が陥落したことは、天子軍にとって大きな痛手となった。これにより、天子軍は日本海から島根半島を結ぶ。 補給路を断たれることになる。その後、天子軍は中海方面の補給路を確保しようと放棄国内で毛利軍と激しい戦いを繰り広げていった。しかしながら放棄方面でも毛利軍が優位に戦いを進め、A68 年初頭頃には放棄一円が毛利軍によって支配された。こうして毛利軍によって周りを囲まれ兵糧補給の道を断たれたため、甘子氏の居城、 ガッサン・とダ・ジョは、完全に孤立するに至った。そして、a 六八年四月には、ついに、毛利軍によるガッサン・とダ・シロゼメが開始された。年減れば、白禄の糸も破れ果て毛利の木陰の炉と口なん。これを受けた上主の松田誠穂は、神田や左衛門に変化をしたためさせると、十三束、三福の大屋に結びつけ、さぬき大井之助に三人割の弓を使わせて生回した。 理解した矢文は、勢い余って、中塚紗醤油の陣を越えて、熊谷兵庫助の陣まで届き、兵庫助の若党の鎧の袖に刺さったため、兵庫助がその矢文を受け取って、内容を確認した。秋の毛利枝葉も落ちて、小枯らしの中に、松田沿い路を増し蹴り、読んだ、兵庫助は、毛利流玄光の旧詩を知って、枝葉も落ちてと読める。毛利は、小枯らしとなる中に、 松田は、雪後に色を増すという肉き変化だとと怒り、白攻めを開始した。1、陰徳太平記のミキサイ。2、雲用軍実機のミキサありがとうございます。